どうもポンポンみよりです。ハローアサギーニョです。はい、というわけで今日はね、アサギーニョが家に来てくれたので、はい、ギニョタンのカバンの中身を紹介していこうと思います。はい、公開しちゃいます、はい、とりあえずね、一回持ってほしい。何？重い？重いよ。やばいっしょ、これやばい。何キロぐらいあるんだろうっていうぐらい重い。普段ね、本当に重いの。赤ちゃん持ってるみたいな。赤ちゃん、赤子のような重さしてんだよ、本当に。なんでこんなに重いのか、そう、自分でも分かってない。何がその無駄なのか分からない、うん、まずまああれだよね、こちらね、パソコンはね、重いね。マックはね、ちょっと重いよね、うん、これがまず一番重たい、閉めてる、うん、はいはい私が自信満々に出してるみたいになるからちょっとお願いしますよ。いきますよ。どやみたいなこんなもん入ってんねんでみたいな感じになっちゃうから。でもさ、うちがさ出すじゃん、うん、毎回うちが出すんだけど、うん、なんでポンポンユーリが出してんのってなるの。人のカバン漁ってる人どっちもどっちなんだよね。確かに確かに。どうぞってすればいいのね。そうそうね、どうぞ。はい、ありがとう。はいはいはい、はい、こちらはポーチですか。ポーチですね。中身見ていい？どうぞ。はい、あ、メイク？これはね、うん、お直し系道具。あはあはあはあ、こうお粉やったりとか、うん、香水とか、香水ね、とか鏡とか、うん、うんうんうん、なんかね、いろいろ入ってますね、うん、ね、これかわいい。これですか、うん、こう本当はね、うん、そう、あのコンタクト付け替えたい時に、うんうんうん、と思って、ここ本当ケーキだったんだけどクリーム取れちゃってどっか行っちゃ、食べちゃったのかな、うん、そうなの。あ、でこんな感じで、はい、お直し系、お直し系のポーチね、うん、オッケー。これでもさ必要やん、必要やからさ絶対持ってるよね。そう、そう、うん、無駄じゃないものなんだよね、うん、次は、はい、お財布ですね、はい、カバンと合ってますね。あ、そう、あの茶色のねレザーが好きだからうん、かっこいい。ベルトとか全部ね 茶系のレザーを集めております。似合うね、嬉しい、うん、そう、カメラの、うん、カメラ、あ、うんうんうん、そう、カメラケースも茶色、それすごい良かった。全部茶色。そう、あとね、手放せないのがこれね。びっくりしたんだけど、マジシャンになりました、うん、はい、次いきますね。次が、はい、はい、こちら化粧ポーチです、うんうん、あれ2個目、これ、これはお直し用、うん、これはお化粧、あ、最初からみたいな。そう、これが、まあ、ファンデーションとか入ってないんだけど、うんうんうん、どういうこと？いまいち理解できてない。お、これお直し用じゃん、うん、これあの、面、あの、もっと何？細かいところを、あーは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 ー、うーん、うーん、アイラインがとか、あの、マスカラがとか、それお直、あるじゃん。お直し用に入れないの？お直し用じゃん、お直しはだってお直しだもん。違うよ、これもうガラッと変えたいじゃん。ああ、うちね、何でも持ってないと、うん、気が済まないのか、気が済まない、怖いから。本当に全部入ってる。そう、リップもチークも持ち歩かない。うん、あんまり、こっちだけって感じ。本当、うん、なんか心配性だからお化粧品はたくさん持ってます、うん、ね、これじゃないもん、無駄だこれ無駄じゃないよ、これもう高校生からもう毎日のように。え、多分これだよ、重いし。いや、お化粧品持ち歩かない？持ち歩かない、みんな持ち歩くよ。お直し用くらいしか持ってかなくない？そうなんかな？そうなの？うん、私は、どうして？一日撮影とかはこっちも持ってるけど、そんな、だって急にさ、水とかバシャーとかかかったりとかさ、何かしらアクシデントあったらと思って、うん、とりあえずすごいね。あとこれ、うん、これまたポーチなんですけど、かわいい、おじさん、チャップリンのおじさんのおじさんおじさんだけどさ、これはあの機材系っていうか、こう、うんうんうん、充電器だったり、やっぱりもう、うん、今は皆さん手放せない、うん、iPhone 充電器ですね、うん、次は、うん、あのごめんなさい、ストッキング、うんうんうん、こちら、これはね、今日ね、破れてたんです。そうなんですか。朝破れとって、うんうん、履き直す時間がなかったんで、うん、結局履き直してないんですけど確かに、はい、それ何、これは、うん、あのネジ、ブー、何、なんて思いますか。何、アイシャドウです。アイシャドウかわいい。これも持ち歩いてます、うんうん、あとこれあ、それさっ
三脚のグニャグニャ棒って呼んでるんですけど、すごい、やっぱり YouTuber たるものどこで撮影するかわからんやんか。あー、なるほど、ね、確かに。だからお店屋さんとか行った時にはこうクリッとして、テーブルにいいねつけて、欲しい、カメラもこう支えてくれるから、これすごい、そんな重く、そう、強度は強度あるの。へー、すごい、これだから本当買った方がいいと思います、うんうん、以上でございます。あ、これだけ、はい、なんでそんなに重かったの、やろう、うん、不思議なんよね。確かに、でもやパソコンかな、パソコンかな、やっぱり、うん、1個ずつ持つとそんな重み感じないね。そうなの、全部入れると重たくなる、うん、え、これ減らせることはできないの、メイク、これ無理だ、これ最低、最低のいるやつ。アサギーにはメイクポーチを2つ持ってます。そうだね、みんな持ってると思ってたけど、うん、あ、どうなんだろう、違うんかね、ちょっとコメント欄でぜひ、え、これ多いと思いますか、皆さん、うん、じゃあ、ギニョタンのカバンの中身はこんな感じです、うん、はい、うん、ということでね、ありがとうございました。ありがとうございます。これがちょっと多いかどうか、どうやって減らすべきか、みんな、そうだね、相談に乗ってください、うん、ぜひコメント待ってます、はい、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、そしてグッドボタンをよろしくお願いします。お願いします。ギニョタンのチャンネルの方でもコラボ動画上がってますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますというのは改めて言ったことない概要欄ぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録ね、よろしく。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。